いきなりですが、俗に言われる1分間トレーニングって実は10分なんです。ただ、健康効果がすごいのは本当で、45分ダラダラ運動するのと同じぐらいの効果があるんですよ。その効果を凝縮してたったの10分でできるって、これはすごいと思います。 前回のビデオでスポーツ選手のトレーニングが一般の人にも応用できるってことを言いましたけれど、その典型例がヒット。ハイインテンシティインテバルトレーニングです。健康体を維持するための目安として、週3回50分の運動をするっていう目安があります。まあ、詳細は後々言っていくんです。で、このトレーニングのメインの部分、45分の運動、中強度の有酸素運動をするっていうのがあるんですけれど、 それを実質1分のヒット、ハイインテンシティートレーニングに変えてみようっていう実験が2016年に行われたんですね。で、これはカナダのマックマスター大学というところで、マーティン・ギバラ博士、彼を中心としたチームによって行われました。まず目安の45分の有酸素運動についてなんですけれど、これは WHO が 週150分間の有酸素運動をしようというガイドラインを設けているからです。週3回練習をするっていうことになると、150を3で割るんで、1回あたり50分になります。で、ここからウォームアップとクールダウンに5分間費やしたとして、 45分。そういう数字が出てくるんですね。で、この実験は12週間にわたって行われました。ヒットのグループは、2分間のウォームアップの後、20秒間のオールアウトと、3分間のイージーを3セット。20秒のオールアウト。まあ、20秒間、全速で、この実験の場合、自転車を漕いだらしいんですけど、自転車ガーッと漕いで、で、3分間のおやす。 あの、イージーですね。休み、休みって全くこがないんじゃなくて、イージーにこいで。で、また20秒間バーっとダッシュ。自転車をこいで、3分間ゆっくりイージーをやって、で、最後に20秒間またバーっとオールアウトで全力で自転車をこぐ。で、最後に3分間クールダウンをするという、全部で10分に収まるトレーニングです。 で、この全力のハードな部分は20秒を3回だから計1分。45分のグループはウォームアップとクールダウン同じようにして。だから2分3分のウォームアップとクールダウンですね。それをしてメインセットは45分間やりました。で、この45分間は中強度の有酸素運動と。これはね、週3回やれば 3×50 のちょうど150分。 WHO が推奨するその長さと同じになります。そして、えー、比較をするために運動全くしないグループもちゃんとチェックされました。トレーニングしたグループは週3回ずっと運動してたんですけれど、12週間後にチェックをしてみるとすごい驚きの結果が出たんです。心肺機能とインスリンの感受性を調べたんですけれど、運動したグループでは同じくらいの改善が見られました。 週3回たった10分の運動で45分ダラダラっとする運動と同じぐらいの効果がある。これはすごいですよ。1週間の中で費やした時間を考えると150分がたったの30分に。まさに忙しい人に最適。ねそう、心当たりの人いっぱいいるでしょう。ただまあこれは基本的な健康状態を保つということにフォーカスしたものなんで もっと運動能力を上げたいような人とかはしっかりとしたトレーニングが必要です。あと、年をとっていくと全体的に筋肉の量が減っていくんで筋トレとかも入れていった方がいいですね。この今回のビデオの元になったネタの記事を下の方にリンク入れておくんでチェックしておいてください。こういう老若男女を使えるビデオをどんどん作っていくんで登録がまだの人は登録お願いします。あと、 毎回ビデオをリリースするためにお知らせが来るようにベルのマーククリックしといてくださいお知らせ行くんでそれでは